はい、西村です。皆さんこんにちは。今日はですね、皆さんからいただく質問の中からですね、チョイスしてですね、お話をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はですね、手の力み、手の力みを抜こうという話、体の力を抜くためには、手のね、無駄な力みを抜きましょうという話を、していきたいと思います。はい、まあ、そもそもこの手の力を抜くっていうね、方法、これ教え出したのはですね、必要に駆られてこう教え出したんですね。はい、で昔当時ですね、僕は整体学校のね、大阪でね、開校してまして、で技術をね、教える立場にあったんです。まあ、整体師さんを養成したりね、整体師、治療科の人ですね、重生師の人とか鍼灸師の人とかね、あと PT さんとかね、そういう方をこう指導してきたんですね。でその時に、多くの人がね、ものすごく手が硬くてですね、当時教えてたこの無痛整体っていうのが、非常に、当時は珍しくね、ありました。揉んだりね、叩いたりしない、でボキボキもしないということで、やる方法がですね、優しくね、背中を撫でたりですね、ちょんちょんちょんとね、こう本当にね、微圧ね、もう微妙な圧です。でそういうこう手技で、歪みを取り除いたりですね、体の、反応ですね、反応を利用して、体の動きを取り戻すっていう整体法やったんですね。だからね、最初やっぱり皆さんそういう手技に慣れてないっていうのもありますし、そもそも手の使い方、体の使い方がやっぱり荒かったので、それなりにこう、先生、整体師さんとかトレーナーさん、治療科の人ですけども、体の不調がたくさんあったんですね。肩が凝ってたり、首が痛かったりね、腰が痛いんですとかね、いろんな人がいました。尊虚の姿勢が取れないとかね、そういう方を指導するときに、とにかくね、手を柔らかくするっていうのがすごくキーワードやったんです、ね。技の習得には、ね、手の緩みが必要というのが、痛いほど分かってましたから、そもそもそういうことがあって、手を緩めることを指導してたっていうことですね。はい、でそれが、一般のね、患者さん、生徒さんですね、肩こりで悩む人、首こりで悩む人、腰痛の人とかね、そういった方たちもいろんな仕事をされてましてね、で手を使わない仕事ってほとんどないんですね。はい、でそのやっぱりね、共通するんですね、時代とともに、ね、時代の変化とともに体の使い方も変わってますから、皆さん意識的にやらないとですね、どん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 便利になりますから、なんかね、ボタン一つでピッとこうね、自動でこう何か機械がやってくれる時代になってきましたからね、体をね、あまり使わなくなってるんですね。はい、でそれによってこう体の、ね、使ってない筋肉が凝り固まってしまってるんですね。はい、だから部分的ね、限られたところしか使ってないので、使わない筋肉は硬くなるっていうね、法則がありますから、皆さんガチガチだったんですね。はい、それを、手を撫でるっていうね、この方法を用いてですね、まず手を徹底的に、緩め出したっていうのが、そもそもの始まりです。はい、で、このね、手の緩め方っていうのが、意外とね、難しいって感じる方がたくさんいますね。はい、それは先ほど話したように、時代の、環境ですね、環境がそうさせてるんですけども、でもね、安心してくださいね、皆さんね、ちゃんとやれば結果が出ますから、今日言うことをね、何回も聞いてね、やってみてください。はい、ではいきますね。でまずね、手を撫でますね、手を撫でる、これさするんと違うんですね。ね、さすったりこすったりするわけではないです。ね、撫でるっていうことを言っています。はい、
で撫でるっていうね漢字をね、思い返してほしいんですけども、まあ、知らない人はちょっと調べてくださいね。撫でるっていうのは底辺になしね、底辺になしって書くんですね。なしって用なしちゃいますよ、ゼロってことですね。なくすの、ね、漢字でなしですね。無っていう漢字ですね。だから手がないっていうことですね。だから撫でるっていうのはイメージで言うと手を感じない、手を感じないぐらい優しく撫でる、それが撫でるってことですね。いいですかね。だからね、こう擦ったり、こう音聞こえますかね、こうさする、あ寒いなとかね、わ痛いなとか言ってこうさすったりこうね、擦ったりしてしまいますけども、これはねすごく刺激がきつすぎるんですね。そうするとね筋肉皮膚ね、疲労を起こしてしまってですね、手が緊張してしまう、またね逆効果です。だからうちは皆さんにお伝えするときは撫でましょうって言ってですね。だから基本は手がないように撫でる、ね、手の感覚をできるだけ感じないぐらいこう優しく丁寧に、なんかねこうこそばいような感じ、まあ、気持ちいいような感じなんですけど、そうやって、体に触れていく、ね、それが撫でるってことです、ね、まずその意味を知ったら、皆さんの撫で方も、ガラリと変わるはずですよ。いいですね。はい、だからねまずね撫でるっていう言葉の意味を理解して、今まで撫でてた人はちょっとね、手がないようなイメージでね、優しい刺激でやってみてください。そうすると、今まで以上の、優しい撫で方、丁寧な撫で方、正しい撫で方ですね、そういうふうになってきますから、基本的にそういう体の使い方をしてみてください。はい、ではですね、今日の話は以上です。ありがとうございました。